今のところアルバルクの攻めは例年通りですね。はい、竹内中から行け、バット最後はカールが決めてきました。開始2分を経過したところ、2対2という立ち上がりになりました。独特の緊張感と安藤と篠山のマッチアップで、あっと決まっています。ここはリバウンド安藤が取ります。そしてカークが走る、ここはファウルもあったか。ヒーストの争い、非常に両チームらしさが出て、そうですね、はい、第1クォーターの中盤、ザック・バランスキーから安藤、おースリーポイント決めてきました。このあたりは追いついていきたい。この外からのシュートがちょっとなかなか決まらないというところですが、ゴール下ファウルがありました。ちょっと 外に、ね、出ちゃうんで、あのオフェンスリバウンドどう止めるかですね、はい、高さというところをやはり上回っていたヒース、ツヤ、はい、スペースがあります。長谷川が行く、竹内からバロンが来ました。最後のポジションか、あと止めたんですが、竹内ジョージ、バジーカス、そしてヒースのスリーポイントは決まりました、うん、これで乗ってくるかヒース。どこを使ってくるか、中に行きますが、とファールありません。そしてアルバルク東京の速い攻め、あ華麗に決めてきました安藤です。食らいついく篠山、ただ安藤をつないで田中、あうまいシュートになりました。難しい距離、そのあたり突きを突かれている川崎、熊谷、あーブロック、パークです。藤井からどこに出すか、藤井が突っ込んでいく、振り向いて難しいシュート決めてきました。落ち着いてますね、気持ちが出ています。ちょっと点差を詰めたいですね、はい、さらには藤井も決めてきているという中で、あーただ決めてきました。一本は大事ですね、はい、どちらが取るか、田中、田中打ってくる、スリーポイント、外れた。その後カークが粘る、決めました。まあ、アルバルクとしてはスリーポイント強いですね、はい、藤井選手と中に決め込むドライブ、決めた。ファウルもありました。バスケットカウント、ここが普通のポイントガードですとね、はい、一度止まって、ここは時間をかけてきますが、残りはショットクロック4秒、打ってくる、あっとこれが新キャプテン安藤の強みですね。竹内自ら行くのか、あー速いモーションから決めてきました。ザック・バランスキー離れて一気に右端に田中か、タック、あーうまいシュートになりました。うまいですね、はい、少しミスマッチ、アルハニが前にいます。時間を使ってくる、ショットクロックもう5秒、決めてきました。これで勝利を決定付けたか、安藤の先で安藤決めています。残り19秒、リードを広げたアルバルク東京、あーただ決めてくる、アルバルク東京、ザック・バランスキーボールをキープしたところで試合が終わりました。ゲーム終了。